ね。あんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。ラジオネーム三平、有吉さん、うん、C 級グラドルから D 級バラドルへと華麗なる変身を遂げた不死鳥こと安西ひろこさんが自身のクソつまんねえブログにて、島村激安コーデ、上下2000円コーデ、100均グッズで日焼け対策などと姑息な庶民派アピールを繰り返し、貧乏な一般庶民から支持されようとしてやがります。おい、安西のクソブログ読んでる貧乏人ども、騙されんなよ。こいつは都内の一等地の高級マンションに住み着いている老けた妖怪なんだ。エロい座敷わらしだ。ひろこちゃんもうちらと同じような金銭家訓なんだ、うん、いいねじゃねえし、お前らの安い共感が安西に莫大な資産をもたらそうとしてることに気づけばか野郎。ていうか単純につまんねえから読むな。ダンプ松本のブログでも読んでねよ。ちょうどほら偶然、うん、バケモン、バケモン、バケモン、安西ひろこに嫉妬したり文句言ったりするのは分かるんだよ、うん、安西ひろこはまあ人間だからね、うん、あ、まだ人間、ビヨンセだ、一ノ城はバケモンだから、ね、うん、分かりました、分かりました、僕も重々理解しました。これはまだいいよ、お前らがガタガタ言ってんのは、うん、庶民派がね、お好きにしてください、うんうんうん、人間に言ってるわけですからね、人間が人間に嫉妬したり、うん、それは普通ですもんね、やって普通のことですよ、うんうんうん、よかったよかった、よかったよかった、よかった。ラジオネーム不要義務、有吉さん、闘魂三銃士の破壊王、うん、橋本徹知事がちょっと違うけどね、ちょっと感じがされてますけど、はい、大阪都構想をめぐる住民投票でほとんど同数を獲得したにもかかわらず、会見で政治家の原理原則は嫌われちゃいけないと、さも自身が希代の嫌われ者であるかのように発言していました、うん、おい橋本、うん、軽々しく嫌われ者になろうろ、お前にちょっとこの結果を見てほしい、うん、時は遡ること13年前の2002年、農学協会理事総会、泉元哉に対する大会命令の是非を問う投票、反対26票、賛成1100票。三鷹橋本、大の大人が投票してこのぐらい大差がついてこそ本物の嫌われ者なんだよ。かわいそうだよ、嫌われ者なめんなよ。新世界の串カツソースで顔洗って出ろしこい。いいですね、嫌われてんな。いいとこを見つけてきましたね。泉元哉の大会命令の是非、反対26票、賛成1100票。すごい、みんなやめてほしかったと思う。すげえ。すごいな。おめでとうございます。はい。いや、ラジオのペケミに。すごいな。有吉さん、ウェブサイト、女子スパの編集部が独断と偏見で選んだ候補者21名の女性タレントのうち、美人だけどそそられない有名人のアンケートを20代から30代の男性300人に聞いていました。以下、その4位から1位までの結果です。4位、島崎和歌子、3位ローラ、2位ベッキー、1位森泉。なんだこのクソアンケートは。4位はすっぴんダルメシアンのクソババアだし、3位のローラはクソエロいし、2位と1位はクソブスだろうが。ローラ以外鼻から美人でもねえし、チンコも立たねえようなブスを候補に入れてんじゃねえぞバカが。じゃあ聞くけどな、朝起きて隣に森泉がいたらてめえらどうなんだよ。あれ、俺昨日ジョニー・フォンテーンの出演以来断ったっけ。これ分かります、ゴッドファーザーに出てくる、ああ馬の首を浮かれてた。馬の首毎週出てくるんだ。って思うんじゃねえのか、うん、太田プロの LINE スタンプじゃねえんだからセンスねえことやってんじゃねえ。いやね、また LINE スタンプ、ラジオネーム稲葉の白うなぎ、有吉さん、鳥取の平井知事が鳥取にスタバができるということで、うん、はしゃいでこんなことを言ってやりました、うん、スタバは来ても砂場券は永久に不滅です、うん、おい平井知事、うん、こっちはな、一杯何百円のコーヒーをすすらずに泥水すすってんだ。童貞無職27歳のニートに砂場じゃなくてな、職場をくれ。切実。悲しい。男らしいラジオになってまいりました。いいですね。男らしいかな。男らしいじゃないですか。ごめんなさい、以上。